皆さんこんにちは。49話永久欠番です。本日は7月6日現在の京都参加に関するニュースをまとめましたので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは現在の順位から見ていきたいと思います。7月5日現在となっておりますが、もうすでに7月6日となってますね。京都サンガは現在18、勝ち点18、4勝、6分け11敗、得点18、失点36、得失点差がマイナス18という状態にあります。次節は J1 リーグ第22節、7月7日日曜日19時。ベスト電気スタジアムアウェーの地でアビスパ福岡との試合ですね。アビスパ福岡は現在6位、勝ち点35、9勝8分け4敗、得点22、失点18、得失点差プラス4。強敵ですね。守備が堅く、長谷部監督のもと非常に魅力的なサッカーをしているチームでもあり、今 J リーグの中で最も強いと言っても過言ではない。強敵ですけども、参加も前節湘南ベルマーレに勝っておりますので、その勢いのままぶち当たってなんとか2連勝してほしいところでございます。で、現在、巻き返しを図っている参加なんですけども、またとんでもない遺跡の情報が入ってきました。クルゼイロのルーカス・オリベイラ選手なんですけども、京都参加に貸し出したと。参加との契約は今年12月まで続く。両当事者は契約を公式にするために最終詳細を詰めようとしている。オリベイラ選手はバラドリッドからの貸し出しから戻り、2025年末までラポスと契約しているということなんですけども、ボランチしたり、まあセンターバックもできるのかな。クルゼイロから中途先に入っているラファエル選手に続いて2人目ということで、これも実現すれば面白そうな移籍となるので期待したいと思います。次が先ほど入ってきたニュースなんですけども、スベン・ファンベークは京都サンガと2年契約を結ぼうとしている。フェイエノールドでもプレーしたヘーデン・フェーンディフェンスの代理人は、すぐに白米が届くことを期待している。なんかよく意味がわからないんですけども、ベーク選手もセンターバックらしいので、これのニュースもすごく期待してます。いい加入になればいいなというところですね。これは復帰してるかどうかわからないんですけども、浦和ディフェンス井上力斗に J1 クラブは獲得を打診していることが判明。まあ、獲得を打診しているので、横浜 F マリノスに移籍した先頭選手がレンタル移籍で戻ってきたことはあるんですけども、まあ獲得というかはレンタルでの復帰なのかなと思うんですけども、今浦和はショルツ選手が出て酒井宏樹選手も出てしまってる状況なので、
あまり復帰の見込みはないのかなという感じですね。次、これは完全にネタだと思うんですけども、京都のアピアタピア久志移籍の噂、J2 のクラブからオファーがあるとか、町田ゼルビアが獲得に動いているとかっていう噂なんですけども、ただでさえ浅田選手の怪我でセンターバックが人手不足になってるので、このニュースは考えにくいかなと思っております。以上を踏まえて7月6日現在の、まあ参加に入ってくるであろう、もしくは移籍するであろうリストをまとめました。僕個人的にはまだセルヒオ・ラモス諦めてないので、ここに出ております。そして本日ニュースになったオリベイラ選手、井上力人選手、ベイク選手を加えてみました。こうやって見てみると、米本選手が入ってきて、ラファエル選手がいて、そしてセンターバックは入ってくれば、なかなか夏の移籍はほぼほぼ完璧に近い内容になっているのではないでしょうか。7月7日はまだ出れないにしても、7月14日からはおそらく米本選手やらラファエル選手が出場する可能性も大いにあり得ると思うので、非常に期待しております。僕個人としては7月7日はパブリックビューイングで福岡戦を見て、7月14日はサンガスタジアムに行って観戦する予定ですので、非常に楽しみです。以上ですかね。本日の動画は以上となります。またサンガに関する新しいニュースや移籍の情報があれば動画投稿しますので、ぜひご視聴ください。本日は最後までご視聴ありがとうございました。